インディアナ・ジョーンズ、ヘンリー・ウォルトン、インディアナ・ジョーンズ・ジュニア博士、ドクター、ヘンリー・ワルトン、インディアナ・ジョーンズ・ジュニアは、インディ・ジョーンズシリーズのタイトルキャラクター、主人公であジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグが1930年代のアクションヒーローへのオマージュとして創造した。牛追いムチ、フェドーラボーといった特徴的な服装がトレードマークである。 ユーモアのセンスもあり、多くの古代文明と言語について深い知識を持っている。ヘビ恐怖症でもある。1981年のレーダース失われたアーク世紀に初登場し、1984年のインディ・ジョーンズ魔球の伝説、1989年のインディ・ジョーンズ最後の聖戦。 1992年から1996年のヤング・インディ・ジョーンズ・クロニクルズ、2008年のインディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国といった続編に登場した。最も有名な映画、TV シリーズの他にこのキャラクターは小説、コミック、TV ゲームなどのメディアに登場している。また彼はディズニーランドと東京ディズニーシーにあるテーマパークアトラクヨン。 インディ・ジョーンズ・アドベンチャーでも見ることができる。ジョーンズは、ハリソン・フォードが演じたことでよく知られ、他にリバー・フェニックス、最後の聖戦での少年時代、TV シリーズ、ヤング・インディ・ジョーンズ・クロニクルズでは、リー・キャリアー、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョージ・ホールらが演じた。ダグリーは2つのルーカス・アーツの TV ゲーム、インディ・ジョーンズ、アトランティスの運命と、 インディアナ・ジョーンズザ・インファーネル・マシンで、デイビッド・エッシュは、インディアナ・ジョーンズザ・エンペラー、エストゥームで、ジョン・アームストロングは、インディアナ・ジョーンズザ・スタッフ・オブ・キングスで、それぞれ声を務めた。レーダース、失われた、アーク、世紀での初登場以来、インディアナ・ジョーンズは、世界的スターになり、最も尊敬される映画のキャラクターにもなった。2003年、彼は、 アメリカンフィルムインスティチュートのアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100で第2位に選ばれた。また、エンパイアマガジンでは6番目に偉大な映画のキャラクター、エンターテイメントウィークリーでは大衆文化において最も影響の強いキャラクターの2位、プレミアマガジンでは100人の偉大な映画キャラクターの7位に選ばれた。インディアナ・ジョーンズはニュージャージー州プリンストンで生まれる。 初登場は1981年のレーダース失われたアーク世紀で1936年の設定。このキャラクターはマーシャル大学プロデューサーのフランク・マーシャルにちなんでで働き、1930年代の冒険アクションヒーローを彷彿させる。マーシャル大学はコネチカット州の架空の大学であり彼は考古学の教授である。第一作目では契約の箱。 世紀も参照を探すナチスと、マリオン・レイブンウッドとサラーの助けを得て対決していい。ナチスは、ジョーンズの宿敵で、フランス人工古学者のルネベロックと吹き見投げしたこのアーノルド・トートを利用した。1984年には一作目より、過去の設定、1935年設定で、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説が作られている。前作よりもホラー志向の作品で、 舞台はほぼインドである。今回ジョーンズはタギー・カルトによってある村から奪われたシャンカラ・ストーンを取り戻す。彼は少年ショートラウンドとウィリー・スコットの助けを借りた。1989年の三作目、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦は1938年に設定され、一作目に登場したサラーやマーカス・ブロディが再登場する。ジョーンズ教授、 この時は、バーネット大学の教授は、ナチスがオカルト品を集めていることを知る。この時の彼らの目標は聖杯だった。映画は1912年から始まり若き日の主人公を描いている。特に蛇を恐れる理由、牛追い鞭を使う理由、顎の傷の理由、帽子の入手先が描かれている。また、映画のラストで初めて、インディアナが本名でなく、犬の名前であると明かされる。 これは、ジョーンズと父親の一種のバディ映画でもあり、コミカルな要素になっている。このシリーズは、当初5部作の予定であったがルーカスが良き、プロットエレメントを考え出せず、18年間の間、続編は作られなかった。2008年、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国が1957年設定で、公開され、これが最終作となっている。 第3作目から19年が経過しているため、インディアナ・ジョーンズの敵は新たにソ連に設定された。彼の元同僚、ハロルド・オックスリーが宇宙人のクリスタル・スカルを発見し、ソ連のエージェントがそれを利用しようとする話である。彼は、かつての恋人マリオン、レーブン・ウッドとその息子ヘンリー、マット、ウィリアムズの助けを借りる。そして途中で、マットが彼の息子ヘンリー・ジョーンズ3世であると、 明かされる。この時は、シャイアラブーフが主人公を引き継ぐという噂があった。またこの映画で、彼が第二次世界大戦中に戦略情報局 CIA の前身で働いていたことと、アメリカ陸軍で大佐の階級になっていたこと、ソ連で MI6 のジョージ・マクヘールとミッションを共にしていたことが明かされた。1992年から1996年まで、 ジョージ・ルーカスがプロデュースしたヤング・インディ・ジョーンズ・クロニクルズというテレビドラマが放送されていた。主にティーン・エイジャーと子供向けにインディアナ・ジョーンズと歴史的に重大な出来事、20世紀の偉人の関わりが描かれた。物語はジョージ・ホール演じる老人、年齢設定は93歳から94歳となったインディアナ・ジョーンズが 回想する形で若き日々を誰かに話して、聞かせるというものである。エピソードのほとんどの部分は若き日のインディ、16歳から21歳、ショーン・パトリック・フラナリーが演じるか、少年期のインディ、8歳から10歳、コリー・キャリアーが演じるの話である。ミステリー・オブ・ザ・ブルースと題された作品ではホールでは、なくハリソン・フォードが、インディアナ・ジョーンズを演じた。 第一次世界大戦中には16歳から17歳までベルギー軍で兵隊、情報活動し、フランス情報局でスパイとして働いた。少年時代は1908年から1910年まで父親の世界公演ツアーについて世界中を旅した子になっている。この作品は映画に関する裏話だけでなく、キャラクターの新たな設定を作った。 インディアナ・ジョーンズは1899年7月1日生まれであり、ミドルネームはウォルトン、ルーカスと同じ、幼い頃に死亡したスージーという妹がいたこと、最終的には何人かの孫がいることなどである。父親との関係はインディ・ジョーンズ、最後の聖戦で初めて描かれたが少年時代の関係も描かた。インディはインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国、 1957年から1990年代初頭までの間に右目を失う。ローインディは右目に黒い眼帯をしている。1999年、ルーカスはエピソードの説明とジョージ・ホールの登場シーンを削除した VHS を発売した。そして時系列順に編集して長編の物語に仕上げた。編集版のタイトルはインディ・ジョーンズ。 若き日の大冒険と付けられた。インディアナ・ジョーンズは世界のディズニーパークのアトラクションにも登場する。アナハイムのディズニーランド及び東京ディズニーシーには屋内ライド型アトラクションインディ・ジョーンズ・アドベンチャーがある。それぞれ副題とテーマは異なる。アナハイムは禁断の瞳の魔球、東京はクリスタルスカルの魔球が遺跡の中をジープ型のライドに乗っていく点は 共通している。また、インディ・ジョーンズ・エピック・スタント・スペクタキュラーは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニー・ハリウッド・スタジオで1989年に公開されたライブ書である。この25分間のショーでは、映画で使われる様々なスタントを行っている。ディズニーランド・パリには、インディ・ジョーンズとナンの魔球というローラーコースターがある。遺跡の中を、 トロッコ型のライドに乗り込み走行する。途中には360度宙返りするループもある。考古学教授として働くとき、ヘンリー・ジョーンズ・ジュニアは、ツイードスーツを着る。インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国ではインディが、マルクス主義の考古学シャビア、ドン・チャイルドから影響を受けたことが、明らかになっている。だが皮肉なことに、チャイルドはインディが得意とするフィールドワークを嫌っていた。 インディはまた、良き考古学者になるには、図書館から出ることだと続ける。このセリフは、前作の考古学調査の7割が図書館で行われると、対照的である。しかし、重要な遺物を発掘するとき、ジョーンズ博士は、インディアナになり、スーパーヒーローではないヒーローになる。プロデューサーのフランク・マーシャルは、インディは当てにならいキャラクターだ。彼はミスをすると傷つく。 中力彼はリアルなキャラクターで超能力を持っていないと語っている。スピルバーグの電気作家、ダグラス・ブロードによればインディは学校で教えることから逃げ出すという素晴らしいことをしたという。ハリソン・フォードはインディアナがロマンティストで皮肉屋であるため演じるのが楽しいと述べた。インディは一匹狼で冒険を求める気高い、トレジャーハンター及びハードボイルド探偵、さらには 生身のスーパーヒーローで愛国者であると分析できる。多くのスピルバーグ映画と同じように、ジョーンズもまた一部彼の自伝的要素を持っている。インディアナは父親ヘンリー・ジョーンズとの緊張した関係のため理想の父親像がなく、彼の内なる怒りはマリオン・レイブンウッドとシカゴ大学の恩師、アブナー・レイブンウッドとの関係を悪化させた。マーカス・ブロディはインディを導く役割を持つ。 インディナの不安は幼い頃に母親を失ったことに由来する。インディ・ジョーンズ、魔球の伝説では、ウィリー・スコットとショートラウンドを守って一時的に父親になる。彼がカーリーの魔術に陥った時には、ショートラウンドが助け出した。その後インディアナは、大勢の子供を救出している。インディアナ・ジョーンズは、ジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグが、 少年時代に愛した昼工業の連続活劇とパルプマガジンがモデルになっている。例えばリパブリックピクチャーズの映画やドックスサベジシリーズ。サーエイチライダーハガードのソロモン王の洞窟の主人公、アラン・クォーター・メインは1885年作品であるが注目すべきジョーンズの元型である。ルーカスとスピルバーグは映画スター・ウォーズ第一作公開時に ハワイでこの計画について話し合った。スピルバーグは、ジェームズ・ボンド映画のような娯楽作品を作りたいと考えていた。このキャラクターは当初、インディアナ・スミスと名付けられていたが、1970年代に、ルーカスが飼っていたアラスカン・マラミュート、インディアナから名前が付けられた。スピルバーグも、スミスは気に入っておらず、ルーカスのダ案、ジョーンズに賛成した。ルーカスは、 チョーン・コネリーが演じた世界的に有名な秘密情報員、ジェームズ・ボンドがジョーンズに大きなインスピレーションを与えたと発言している。このことから、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦の父親役はコネリーになった。衣装デザイナーデボラ・ナドールマン・ランディスは、インディの衣装が、チャールトン・ヘストンが、インカ王国の秘宝で演じた、ハリー・スティールを参考に決められたと述べた。 私は何度スタッフと一緒にこの映画を見た。そして私はいつもスタッフがこの映画を参考にしなかったらおかしいと思っていた。多くの人物がインディアナ・ジョーンズの創造に影響を与えたと言われている。しかし、ルーカスとスピルバーグが認めたわけではない。スピルバーグとルーカスはシルエットを見ただけで誰だかわかるようなコスチュームを求めた。 そこでてっぺんが高く、つばの広いフェドーラ帽子、インディ・ジョーンズハットも参照を選んだ。レーダースのドキュメンタリーで指摘されたように、フェドーラ帽は実用的な役割も果たした。それは、インディ・ジョーンズシリーズが参考にしたかつての B 級映画と同じで、スタントマンを必要とする危険なシーンでは、大役の顔を隠してくれるということである。またこの帽子は、スタッフの間では、 ジョークのネタにもなった。撮影中に帽子が落ちればそのシーンは撮り直しになる。インディ・ジョーンズ、最後の聖戦のドキュメンタリーでは、ハリソン・フォードが冗談で帽子をホッチキスで頭に固定している。映画の衣装に関する話は以下の通り。インディ・ジョーンズ、最後の聖戦で使用された、フェドーラボとレザージャケットは、ワシントン DC のスミソニアン博物館に収められている。映画の衣装、 小道具の収集は一部のシリーズファンの趣味にもなっている。20世紀フォックスが2008年に2000人の映画ファンを対象に行った調査では、牛追いムチは3番目に人気な映画の武器だった。もともとスピルバーグはハリソン・フォードを望んでいたがルーカスはアメリカングラフィティとスター・ウォーズと帝国の逆襲で彼を起用していたため反対した。フォードを ベビー・デ・ニーロと呼ばせたくなかったためである。事実、監督仲間のマーティン・スコセッシュはたびたび、ロバート・デ・ニーロを起用した。配役が決定するまでの間、ルーカスとスピルバーグは多くのオーディションを行った。そして多少有名だったトム・セレックがインディアナ・ジョーンズに決定した。ほどなくして、映画のプリプロダクションが始まる。しかし CBS は、 私立探偵マグナムでのセレックとの契約解消を拒否し、彼はインディアクを断らざるを得なかった。CBS はレーダースが私立探偵マグナムと同時撮影になることを快く思わなかったのである。2作品はほぼ同時に制作を始めていた。しかしセレックは私立探偵マグナムのインタビューで撮影はレーダース終了後に始まったことを明かした。 スピルバーグが改めてフォードを提案しルーカスも承諾する。フォードは撮影開始の3週間目に役が決定した。様々な冒険の物語でインディアナ・ジョーンズへのオマージュや彼からの影響が見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。